もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ところで、うちの今夜のメニューは天ぷらそばです。でもね、基本的に揚げ物って片付けめんどくさくて嫌なので、スーパーのお惣菜を買ってきました。パパごめんね。油を使わないノンフライの調理家電に憧れています。じゃあまた。